ける、たける、心を殺すことはある。今回の動画は株式会社アルテミスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛い。ちくまったかぎです。お願いします。あれっすかって、はい、原宿だったら予定だったんですよ。そうですね、土砂降りです。原宿はちなみに何で原宿なんですか？原宿は僕本当に全然仕事ない頃に事務所のライブも出れなくて、で、まあなんかインディーズライブみたいなの出てて、でそれの地形売りをする場所が原宿だったんですよね。そう、当時今代々木公園とか近くて、代々木公園とかでもやったりしましたし、原宿の竹下通りのクレープ屋さんの周りで、その、まあ、若い子がいっぱいいるんで、そこでなんかチケット売ったりとかして、多分今やっちゃいけないと思うんですけど、当時は、はい、よくやってました。はい、なんでこれ雨がこんなにやってるってことか。本当にすぐ始まるんですね。あ、そうですか。歌とか一切ないようにしてて、いやちょっと私服なんで、まずその恥ずかしいっていうか。あ、そうなんです。おしゃれですね。いやいやいや、全然その衣装芸人ってやっぱその衣装着てないとなんかその恥ずかしいですね、やっぱね。あ、そうなんですか。なんかやっぱ自己防衛本能っていうかあるじゃないですか。そんな衣装着てくっていうのはやっぱ自分守ってる感じだと思うんで、それは脱ぎ捨てるんですよ、恥ずかしい。あ、そうなんですか。すみません、ちょっとじゃあ、まあ、時期に慣れていくとは思うんですけど、はい、いやちょっとごめんなさい、別に僕の場所でも何でもないんですけど、ここで、あ、どうしたら、もうちょっと本当は思い入れのある場所で撮りたかったんですけど、雨が降ってる時はこういうところで、じゃあこちらに。外録チャンネルを見させていただいて。あ、本当ですか、はい、嬉しいです。ここでよくやってますよね。あ、そうなんですよ。ここでよくやってます。いつもこんな感じでやってて。関西はおいくつなんですか？僕40になりましたね。あ、そうなんですか。はい、ちょうど40歳。40歳です。はい。誰と同期なんですか？同期が、東京の同期だと、スリムクラブとか、はいはい、あとパンサーの尾形さんとか、あ、はい、あと、今まあ、NSC じゃないですけど、野田クリスタル。ああ、野田さんってもそんな35歳若い時からやってるんで、ってああ、ちょっと16とかですか。16、17ぐらいからやってるんで、まあ、芸歴は一緒ですかね。それぐらいの方々と同じなんです。あ、どうだろう、すみません、僕マスク好きなのでいいですか。マスク取ってたので。最近はでもどんな、なんか最近なんか CM のショートいっぱい決まったって、なんか村川さんのマネージャーさんが言ってますけど、ウェブ CM のそうですね。言うんすね、マネージャーマネージャーの方がむちゃくちゃ嬉しかったんでしょうね、多分。あ、なるほど。ありがたいことに、はい、ウェブ CM の仕事が、これもこの前僕浜松城に仕事で行って、はいはい、浜松城とか浜松の仕事で行って、はい、で、まあ合間に浜松城にお参りに、浜松城の、はい、が見える神社に、はい、お祭り、あ、お参りに行ったんですよ。はい。んで、そこ結構出世の神社みたいなところで、はいはい、一回なんかその昔般若のカナダが行った時に、はい、浜松城から、まあ、お参りしてる時に大風が吹いて、はい、なんかそのいい風だみたいなことを言ったんですけど、それで僕も行ったら結構大風吹いてて、はい、その風になんか吹かれた後、本当に CM が、ウェブ CM が
入ったんですね。だってなんか直後2社ぐらいあるんですよ今、アリエールとモスバーガーで。はい、そうなんです。もう今、昔からでは考えられないですね。ジョイマンなんてキモい、はあ、本当になんか清潔感もない、はあはあ、そう、そのテレビ CM 入ったのがアリエールとか、はあ、そう洗剤の CM なんで、はあ、そんな清潔感のなきゃいけないよ CM に入るっていうのは、はあ、本当に時代が変わったのかな。今は最近は調子、お仕事がいいですか？なんか癖がすごいグランプリも結構なんかあの受けてましたね。あのなんかあのメカですか？メカのジョイマンみたいなやってましたね。はい、メカジョイマンとか、あとロボットのカブカブカブで、はい、ジョイマンとか、そうですね、あの侍のちょんまいかぶって侍ジョイマンとか、はい、そういうの。あと一等身ジョイマンってことは着ぐるみかぶって、はい、全くの顔だけの一等身ジョイマンっていうのをやってる。え、順番はあれ、やっぱ癖がすごいとかそういうのの影響で CM が決まった感じなんですか？そんなこともないですか？まあでも癖すごいの方が前ですかね。おー、はい、で徐々になんかそういうテレビ系とかが、まあ、仕事量自体やっぱりコロナ禍なんで全体的に減ってるんですけど、こういうテレビの仕事がポンポンポンとちょこちょこ入るようになりました。へー、最近。今はちょっと忙しいんですか？忙しくはないですけど、なんかちょうどいい、ちょうどいい具合で仕事も入ってくるから。はい、ああそうなんですか。ちょっとその、そもそもなんで芸人になったかぐらいから話聞いてたんですけど、はい、出身はどこですか？出身も神奈川県の横浜市。あ、普通に都会なんですね。都会は、子供の時はなんかまあ、そんな感じはなかった。最近やっぱりなんか都会っぽくなってきましたね。その海の方じゃなくて横浜市の青葉区っていうところで、あー住宅街の方ですか？はい、山の方というか、そうそうそう、横浜っていうとあんまり横浜の人からするとちょっと怒られるみたいな、あー横浜じゃないよとかみたいな感じなんですけど、そこで生まれましたね。はい、え、やっぱエリート一家なんか、なんかすごい学歴めっちゃいいっすね。まあ、言ってたっていうか、はい、うちのお母さんが結構学歴重視というか、はい、自分が多分高卒なんですよ。お母さん自身が、お母さん自身が、で学歴に結構コンプレックスがあったみたいで、あ、高卒で働き出してやっぱりその学歴がないとダメなんだなみたいのをなんか多分感じたんでしょうね、働いてると。それか、それのせいなのか、そのコンプレックスがちょっとあったみたいで、子供にはなんかちゃんと学校を入れさせてあげようみたいな、なんかその教育を受けさせてあげようみたいなのが強かったですね。え、高木さんは何人兄弟だったのか？上にお姉ちゃんがいて2人って、はい、でもお姉ちゃんも高木さんもなんかもう勉強しようみたいな感じで育てられたんですか？勉強しようとはよく言われましたね。そうですね。で、まあ言われるがまあやってましたけどね。はい、じゃあさ、そういう家庭だから別に芸人なのとかもないんですか？全くです。はい、結構真面目な家庭で、で僕もむちゃくちゃ内気な子だったんで、はあ、本当に内向的だったんで、その人前で何かやるとかそういう感じの全くなくですね。はい、だってなんか早稲田とか受からんすもんね。そうですね、高校はその神奈川県 の、 あの桐蔭学園っていう出身学校で、だってスポーツも強いし頭もめちゃくちゃいいですけどね。はい、めちゃくちゃいいのスポーツですけど、それで、でも僕勉強全然できなかったんで、その時桐蔭の中では、桐蔭の中ではやっぱり本当下の方で全然だったんですよ。だって東大とか行く人 い、はい、いますもんね。もう、はい、東大です。一人とかそれで、はい、結構な感じですか？めちゃくちゃ進学校で。それで、その、で、浪人するんですよ。はい。で、1年間浪人させてもらって、はい。で、早稲田ですね。はい。はい、まあ、受かって、まあ、第一志望は理学部で、第二志望の教育だったんですけど、教育だけ受かって、へぇ、早稲田。ましたね。じゃあ先生になろうかなみたいなルートだったことか。いや、でもないですか？感じでもなかったですね。ただただやっぱ早稲田に行っとけば、まあ親も安心するし、うん、なんか僕的にも今までの苦労が報われるかなみたいな。ああ、なるほどね。はい、もうだって次第のトップですもんね。はい。その早稲田受かって、はい、いつですか、じゃあお笑いやろうかなってのは。お笑いはまあ、大学中ですか？
まあ、高校時代とか、一人も友達いなかったんですよ、はい、暗すぎて、はい、で、本当に休み時間ずっと机の上に立ってるはい、はい、暗いっす、はい、暗くて、人も友達できなくて、そんぐらいの時に、はい、深夜ラジオにハマりだして、あ、誰聞いてた、オールナイトニッポン、ナイナイさんのオールナイトニッポンを始めて、はい、で、なんかその自分の不甲斐なさと、その時の、はい、なんかその岡村さんはさ、そういうコンプレックスみたいな、まあ、背ちっちゃいとか、はいはいはい、彼女いないとか、そういうのをすごいなんか逆手にとって笑いにとってるのが、はいはい、めちゃくちゃかっこよくて憧れるようになったんですよ、芸人さんに、はいはいはい、でそういう思いはありつつ、でも自分一人ではとか、自分が芸人になるとかっていうのは全く予想もしてなくて、はいはい、できないなと思ったんですけど、はい、でそういうのが続いてて、まあ、浪人時代もこんな感じ で、はい、で大学入っても、はい、全然あのデビューできなかったんですよ。あ、大学デビューを、デビューみたいのが、はいはい、キャンパスライフキラキラみたいなのも思い描いてたんですけど、はい、全然できなくて、で、まあ、そういうお笑い芸人みたいになりたいなとかいうのは、まあ、秘めつつ、はい、過ごしてた感じではありましたね。で、成人式ですね。成人式、あ、成人式、大学も全然行ってなかったんですけど、はい、成人式で、はい、中学の時の同級生と、まあ、夜飲むみたいな感じになって、はいはいはい、久しぶりだねなんて言ってて、僕大学は行ってましたけど、ほぼ授業受けてなくて、単位もゼロ。え、あ、ゼロ、はい、3年行き通って、まあ、中退するんですけど、単位もその時もゼロで、あ、全然授業受けてなくて、堕落学生。堕落学生です、本当に。親のお金で行ってて、はい、浪人までさせてもらった大学で、もう全然勉強もしなくて、まあ、なんで勉強するのかも全然ピンとしてないみたいな、勉強もしたくないみたいな感じになってて、でその時になんかみんなでなんか夢みたいな、夢、まあ、これから何してしたいとか、そういう夢を話してたんですよ、はい、みんなが。で今のうちの相方がいて、中学の同級生なんですけど、ほうほうほう、で一人でもなんか NSC っていうお笑いの養成所があるらしいから入りたいんだみたいな話してて、はい、こっちの方ね、はい、ほんで、あ、そうなんだ、お笑いやりたいやつなんているんだみたいな思ってて、ただその一緒に中学の同級生にあのミュージシャンの畑元博君いるんですけど、あ、はい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 、周りのやつの、はいはい、畑さんも一緒にいて、でまあ、僕のことはすごいなんか心配してくれて、何もやりたいことないんだろうみたいな、はい、それだったらその、まあ、なんか、まあ、面白いと思ってくれてたのかどうか分かんないですけども、一緒に池谷と一緒にお笑いやればいいじゃんみたいな、コンビ組めばいいじゃんみたいな感じでさらっと言ってくれて、あ、じゃあ畑元博さんがジョイマンを結成させてくれたみたいなことなんですか、簡単に言うと、はい、畑元博くんのは本当に一つの作品です、ね、はい、へー、すごいっすね、はい、今までのやつとくれた、ちょうど黄色ですしね、今日、はい、へー、周りから周りから、はい、実はそれで畑さんの一言で、そうですね、やってみようかなみたいな、なんか自分一人ではやる勇気なかったですけど、はい、なんかその一言で背中押されて、へー、やろう、もう飛び込んじゃおうっていう、へー、今までの生活もなんかもう全部嫌気がさしてて、へー、全部捨てちゃおうぐらいの感じだったんで、はぁ、で、お笑いやろうかってなりましたね。へー、でそれで捨て身で、なんていうかね、NSC 何歳で入るんですか、20歳とかですか、21ですかね、結局、はぁ、そうだね、そうだそうだ、まあ、成人式終わって行こうってなってましたけど、その、まあ、4月からっていうの間に合わなくて、はい、で相方が高校中退してたんで、はい、代券取りたいみたいな話を一回してて、はい、代券取ってから、まあ、吉本の養成所入るみたいな感じ、その次の年に入った感じですか、ね、へえ、じゃあ、はい、あ、全然そうか、ここで尾形さんだったり、スイミクラブさんだったりがいるってことか、そうですね、はい、僕でも全然
結局そこでも、はい、NSC 不登校になって、あ、NSC ですら、はい、やってみたいと思ったお笑いなのに入ってるんですけど、もう根っこの部分に本当にそういう不登校気質というか、へ、怠け者感がやっぱ出ちゃって、はい、でみんなともなやっぱ結局馴染めないというか入り込めなくて、はいはい、結局不登校でしたけどね。まあネタ見せの授業は前方と相談して今行ってとこうかみたいな感じではありましたけど。誰が目立ったんですか、その東京 NSC8 期生ですか。やっぱり岡田君目立ってましたね。あとこれはめでてえなとかですかね。はぁはぁはぁ、はい、やってたのは、はい、でじゃあ別に不登校気味になりつつ一応卒業するんですか。まあ、あの出席日数の感じで、はい、まあ、本当は卒業できなかったんですよ。足りないって言われて、はい、でもなんかなんだろうな、なんか掃除とかしたのかな、いろいろなんか、はい、地域の掃除とかして、で卒業公演だけは出られて、そこ出して、まあ、出られたら卒業 OK みたいな感じで確か卒業できたなと思って。その時場所はどこですか。西尾市、あ、はい、出た。その周りでネタ合わせしたりとか、品川駅でよく聞いてます。いや、もう西尾、あ、もう最近だそのなんか東京 NSC 事情になんかちょっとだけあの、まあ、もちろん会社人に比べたらそうでもないですけど、はい、なんか一般人のあれには多分詳しくなってきてて、ね、前は赤坂になって、そうですよね、はい、赤坂の人の話も西尾市の人の話も聞いてるんで、ね、なんかあの西尾にも行ったんですよ、一回だけ。あ、本当ですか。あの、あ、こんなとこにあったんだと思って。そうですよね、意味不明じゃないですか。はい、謎の場所にあって本当に大阪くらいみたいな。しかも電車の交通の便も悪いじゃないですか。はいはい、はい、めちゃくちゃ悪かったです。まだそれもあって不登校になったんですよ通いづらいっすもんね、はい、あんななんか周りなんもないし、うん、なんかまあちっちゃな公園とかでなんか近くのちっちゃな公園でみんなネタ合わせしてても、なんかそこもやっぱ近隣の苦情が入って、うん、入りそうなところですよね。こちら側の駅前もみんなやってたんですけど、そこも苦情入ってダメになってましたからね。そうなんですか。はい、でどんな風に劇場とか買うに出てるなんですか。やっぱそこの NSC も不登校ですし、はい、で目立ってもなかったね、もちろん、はい、だから最初のスタートはその成績いい人はやっぱルミネの文具賞っていう56時の、まあそれも出れたりもしてましたけど、僕らはその事務所のライブからは全くお声かかんなくて、やっぱりへで出るライブないんで、はい、その東京周りの本当にライブハウス、お笑いとかやってるライブハウス行って、まあライブやってますみたいな、誰でも出れるライブ、ノルマを払えば3000円ぐらいチケット3枚ぐらい買って、はい、出てくださいみたいな素人も出るようなライブにいっぱい出てましたね。そうしかないとか、なんとか舞台に立たないとなんか芸人としてなんか胸張って言えないなっていうのがあって、そういうの出てました。え、あのネタにはいつたどり着いてるんですか。あの7は、はあ、まあ、最初漫才やってたんですよ。へ、普通に正統派漫才っていうか、はあ、M1 も始まった直後でやっぱり正統派漫才憧れてて、はあ、僕もお笑いの、まあ、見てましたけど、どういうネタ作りをしたらいいのか、自分にどういうのがあってんのか全然分かんなかったんで、はあ、で、まあ、普通に漫才を、あの志田翔さんの漫才をあのノートでバーッと書き起こして、はい、なんとなくバランス的に勝手に僕ら似てると思って、はい、志田翔さん、はい、ちょっとまあ舞台区芸、舞台区とイケメン、まあ、相方イケメンでもないんですけど、はいはいはい、当時はなんかその勝手に、まあ、僕よりイケメンだろうと思ってて、はいはいはい、ね、でそれでなんかバランス似てるなと思って、なんかネタの感じとか真似して、へー、なんか、うん、手本にして作ってたりとかしてたんですけど、はい、まあ全然受けずに、はい、で全然なんか手応えがなかったんで、はい、でなんかの、まあ、たまに月1ぐらいで事務所のライブに出してもらえるようになってて、はい、でそこでもやっぱピラミッド制でそのランキング制なんで、はい、投票でなんかそのランクから落ちたりとか上に上がったりとかあるんですけど、はいはい、僕ら落ちそうなんでギリギリのとこで、はい、
で次滑ったらもうダウン落ちるなみたいな時にやばいなどうしようかなって考えてて、本当に前日のまあ夜中のネタ合わせ、はい、2人でやってて、ファミレスかなんかで、はい、でちょっともう何も思いつかないし、もう酒飲んでるぐらいの感じのはいはい、もうベロベロになってるぐらいの時に、本当にこの僕歌うは僕ですね。で歌いたいっつって、はいはい、歌好きだったんですか。歌好きというか自分の中にあるもんをなんか出してっても、もうなんかダメだなっていう感じになってたんですよ、はいはいはい、で自分から遠いもん、はい、自分の中にないもんを持ってこようっていう感覚で、で歌いたいっつって、でちょっとまあ韻を踏んでみたいな、あラップでね、まあ最初は変な歌みたいな感覚でやってたんですけど、はい、最初はこんな感じでみたいな、で漫才の中にギャグがたまに、ギャグでたまに入れたんですよ、はいはい、急にあの漫才の途中でトゥルントゥトゥーン、はいはい、まあ、動き付きのギャグがあって、はいまあ、それはあの今の「ナナナナ」の歌の、はい、原型だ、原型のギャグなんですけど、はい、ここに何かその歌詞を載せていったみたいな感じなの、で「ツンツツン」の「ツン」はとりあえず置いといて、そこになんか、最初できたのが、はい「山田優セクシー山田なのにセクシー」山田優 CM CM 契約2、3本イジョンホン5、6本、6本5、6本、6本ウォービン、ビール瓶たけれたけれたけれ心は殺すことある。それをまあ次の日その日のライブで試したら、はい、ドカーンっていう風に受けて、あ本当にあ受けるってこういうことなんだっていうぐらいの、初めて受けるって意味が分かったりとか、あで後ろの方からドーンっていう塊が来る、はいはいはい、初めて味わって、それ舞台上で相方と顔を見合わせて、すごいこれだみたいな感じになったの覚えてますけどね。どんぐらいのキャパの人数だったの、そのライブは。これはでもまあ100、200ぐらいのキャパで、まあ結構ちゃんと入ってる感じではありました。すごい大きな笑いの塊が飛んできたのがすごい覚えてます。それ何年目だよ。それが2003年デビューなんですけど、2006年、6年ぐらい。その時ってもリズムネタとかみたいなのはちらほら入ってた時期なんですか。リズムネタってまあそこまでいなかったんじゃないですかね。なるほどね。まあエンタとかで出てる人がやってるぐらいの感じで、事務所のライブとかそういうところでは吉本特にあんまりいなかったんで、へえ、多分そういう、まあ、漫才とかに挫折してそれになった感じです。へえ。そこからそれ受けて どうやってテレビに並べてくるんですか。それはあの、まあ、それ続けてやってて、まあでも1、2年やってて、はい、その作家さんとかにはもういいじゃんって言われたんです。もうやめろよ、あそのネタ、はいはい、もうちゃんと漫才とか今度に取り組んで、はい、まあ受けるのは分かるけど、まあテレビも引っかかってないわけだし、ちゃんとやれって言われて、でもまあこれしか僕はもうないなと思ってたんで、はい、受けてたらで、ショートネタブームみたいのがやってきて、おー、レッドカーペットとか、レッドカーペットとか、あのそこの前ですね、なんだろう、面白そうですね、おー、はいはいはい、面白そうとかのスタッフさんが
そのライブに見に来るような時代だったんですよ、はいはいはい、普通にそういう若手がいっぱい出てるライブ見に来て、はい、でいいなと思った人に作ってオーディション呼ぶみたいな、はいはい、で面白そうに多分僕が前、まあ、事前に出てたヒッキー北風さん、はい、芸人さんパンツの芸人さんがいて、はい、その人をスタッフさんが見に来てたんですよ、はいはい、一緒に出てたライブに、はい、それでなんか僕らも引っ張ってもらってへーでオーディション来いよって言われてでそのネタをやったんですよ、そしたらなんか反応良くて本当にその諏訪さんっていう方なんですけど、そうそうそう、その人につけてもらった感じです。面白そう。じゃあ出て どんぐらいの感じだったんですか。面白そう出てんで本当にすぐあのピンクカーペットっていうレッドカーペットのなんか下のランクの番組みたいなのに出してもらってでそこでピンクカーペットショーみたいなのを出してもらって山本もなさんに選んでいたんですよ。はいはい、懐かしい山本もな、はいはいはい、で、まあピンクカーペットでピンクカーペットショー取ってレッドカーペットに出してもらって、はい、でもトントントンとそのエンタの神様とか、はい、周りの番組に派生してるっていう前からはやっぱ早かったですね。それじゃ何年目なんですか。それが2007のクレーとかなんで5年目で同期の中でかなり早くテレビに出るとか。そうですね、ラッキーですよね。ちょっと早かったですね、そういうルールはどんぐらい続くんですか。からまあ1、2年ぐらいですかね。2010年ぐらいにはやっぱもう落ち着いてましたね。はい、そっからはどんな生活ですか。一回売れてから起きていくっていう。めちゃくちゃ早かったんですよね、その、まあ、本当に記憶にないぐらい忙しかったんで、はいはいはい、1、2年は、はい、で、本当あっという間に過ぎてって、はい、まあ、だんだん徐々に仕事をテレビなくなってきて、はいはい、で、まあ東京のテレビなくなって、で地方のテレビ行って、はい、そこから、まあ、ラジオになってきたりとか、はい、でもう営業だけになってきて、で営業もだんだんなくなってきて、はい、で震災だったじゃないですか。はいはいはい、そこでなんかとどめ刺された感じでしたね、本当に。あ、そうです。それで全くやっぱお笑いの仕事が僕らの営業したやつなんで、はい、スキンシーになってたみたいな。あ、全くなかったんですよ。なるほどね。はい、それでその時は本当に福島にあのノーギャラでなんかボランティアっていうんですか、ボランティアでお笑いライブしに行ったりみたいな仕事をずっとしましたね。そうですね、一番行ったんじゃないですか、吉本で。あ、そうなんですか。はい、それはなんかあったんですか。やっぱあの行きたいやつって言われて、はい、で僕ら全く仕事なかったんで、とにかく舞台に行かなきゃと思ってて、へえ、でまあ行かせてもらいましたね。へえ、暇だったんで。とにかくそうかそうか、まあ喜んでもらえるなってことか。そうですね、そういうとこ行くとなんかまあ笑ってもらえるし、なんかこっちも元気になる、出してもらえるというか、あっちからも元気をもらえるんですよ。そうですね、頑張ってんなと思って、なんかそういうのにあって行ってましたね。そうか、でその頃ぐらいからまたバイトとかもしだすんですか。わかんないけど、バイトはね僕しなかったんですよ。へえ、はい、もちろん やんなきゃいけないんですけど。おお、いやいや別にそんなやんなきゃいけない現状なんですよ、その時は。本当に、はいはい、でまあスケジュール的にももちろんできるし、はい、でも結局お笑い以外あんまやる気がなくて、うん、まあ、結婚もしてたんですけど。お、ちなみにどのタイミングで結婚したんですか。はい、2010年ぐらいに結婚しましたね。へえ、ちなみに売れてから感覚変わったんですか、そういう金銭感覚とか。わかんないけど、あー、やっぱ売れてるっていうか、テレビ出してもらった時は、はい、
まあそれまでは本当に食うものにも困ってたような、はいはい、この日の食料どうしようかとか、はいはい、この日の交通費電車賃ないわみたいな生活だったんで、はい、でもそれがドーンって入ってきてやっぱでっかいお金と思っちゃって、はい、食うものとか交通費、まあ、すぐタクシー乗ったりとか使っちゃってましたね。へえ、遊び方も変わるんですか。遊び方そうっすね、なんか本当にやっぱ先輩とかよくわかんない社長とかに誘いが来るんですよ、はい、テレビ出ると、はいはい、来いよ来いよって言われて、はい、でなんかそういうのも行かなきゃいけないんだろうなと思って、はい、言われるがまま全部誘われたもんにはできたな、まあその顔も広めなきゃいけないし繋がりとかも大事なのかなと思って、はいはい、それだけ芸能界かなと思ってホイホイ言ってましたけどね。へー、それ意味ありました。結局全くなかったですね。あ、そうですか。こんなこと言ったらあれですけど僕の中では正直時間の使い方間違いかなっていう、忙しいからこそ本当にもう仕事以外の時間はネタは作りしてちゃんとネタ作ってっていうのを考えないといけなかったんだなって今のあのオードリーさんも言ってます。あ、そうですか、はい、オードリーさんも同じような時期に、まあ、面白そうでポンって出てきて、はい、一緒ぐらいの感じだったんですけど、はい、やっぱオードリーさんは遊んでなかったんですね。あ、そうですか、はい、ちゃんと地に足がついてたと思うんで、それがやっぱ今の差に感じつながってるなって感じます。はい、それね、はい、そっか、あの時は同じぐらいの位置にいたのにっていうのがあるわけですね。なんか同じような時期に出たイメージでしたけどね。一応